聖ドミニコ学院中学校、高等学校。聖ドミニコ学院中学校、高等学校。聖ドミニコ学院中学校。高等学校は、宮城県仙台市青葉区角五郎二丁目にある中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校、平型中高一貫校。通称は、ドミニコ。キリスト教、カトリック教育を行っている。 ミッションスクールである。同一キャンパスにある聖ドミニコ学院小学校、幼稚園とは、系列校にあたり、東京にある聖ドミニコ学園の小、中、高等学とは、姉妹校である。普通科であるが、特別進学コース、次第分離コース、幼児保育進学コース、キャリアデザインコースの4コース制を導入している。伝統的に、就職に強い学校のイメージが強かったが、 最近では、大学進学指導に力を入れており、宮城教育大学や国際教養大学、宮城大学などの国公立大学への合格者も排出している。また、カトリック系高校の特色として、上智大学、短大や精神女子大学、聖戦女子大学には指定校推薦での入学が可能である。2008年度入試では、新生と新制服の導入がされ、 志願者が倍増した。主に国公立大学への進学を目指すコースで、代々木ゼミナールのさてライン授業を一部導入している。主に私立大学への進学を目指す文部領土コースである。地元私立大学に加え、カトリック系高校の特色として、上智大学や精神女子大学などの指定校、推薦枠も有する。主に養教保育系の大学。 三大進学を目指すコース。系列に二つの幼稚園と小学校を有している。強みを活かして、高校生のうちから、保育実習や読み聞かせ、ピアノレッスンなどの先取り教育を実践している。保育技術検定などの資格取得にも注力している。学校設定科目、ドミニコの森や、ドミニコドリカムノートなど、ユニークなキャリア教育を特色とする。将来の夢を見つけ、 夢実現のための資格や知識、学力を身につけるコース。2年進級時に他のコースに移動することが可能。聖ドミニコ学院の姉妹校は、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー、スイス、ブラジル、カナダ、アメリカ、オーストラリア、アフリカ、ベナン、東京、京都、都の城など世界各地に設置されている、いわば世界ブランドである。その効果は、 世界共通のもので、各国の言語に翻訳されて歌い親しまれている。なお、東京の聖ドミニコ学園は、法人は異なるが、姉妹校であり、校歌や交渉も共有されている。聖ドミニコ学院中学校は、高等学校開校の前年である1959年に、開校し、小、中、高の一貫教育の一翼を担う予定であった。だが、 1970年代頃になると、初期、塾ブーム、偏差値社会の影響もあって、小学校は、地元の私立中高一貫校、国立中学校受験への進学校、高等学校は就職志向の学校という構図が、徐々に強まっていき、結果として、中学校の生徒数の急減につながった。これは、内部進学の権利を持つ、小学校の女子が、 生徒ミニコ学院中学校を避けて他の私立中高一貫校や国公立中学校への進学をするようになった子が最大の原因と言われている。1970年代後半には1学年単位の生徒数が1桁になり、学院が中学校のこれ以上の存続は不可能として1979年に生徒募集を停止し、1981年3月の卒業式。 休校式をもって、聖ドミニコ学院中学校の1年間の歴史に一旦幕を閉じることになる。ちなみに、休校時点での生徒数は3学年のみの3名であった。学院側は中学校を事実上の閉校としたため、募集停止時点で廃校の選択肢もあったが、小学校と高等学校が存続しているため、数十年後に情勢が変われば、 中学校を再開することも可能であると見込み、休校を決断した。これは、かつて中学校を設置していた、常磐木学園も同様であるが、廃校手続きをすると中学校再開の際、開校認可が必要になるが、休校手続きだとそれが不要になるからである。休校後も小学校の同窓生や保護者を中心に、再開要望が何度も出されていたが、 学院側は時期尚早として再開には消極的だった。しかし、小学校が70年代当時よりもさらに私立中高一貫校を校、特に関東の私立中高一貫校志願者が増加が高まったことと、高等学校の特別進学コースが開設されたこともあり、2009年4月からの生徒受入れ再開を発表した。 生徒ミニコ学院中学校は1学年30名で女子のみの受け入れとなる。校舎も高校生が主に使用する中央校舎と西校舎を使用する予定となっており、再開は高校ベースであると見込まれる。ただし、小学校からの受け入れは保護者面接のみとなっているため、中高一貫教育も再開した。設立より50年近く変わることのなかった制服が、 2008年度より新しくなっている。夏服は白色の解禁ブラウスにブルーのチェックのプリーツスカート。夏服にリボンは設けられていない。冬服はブラウス、リボン、ピンク色のライン入りのチェックのプリーツスカート、茶色のジャケットというスタイルである。これらに加えてグレートキャメルのセーターが用意されている。袖口、ポケット開口部、 その部分は焦げ茶色の縁取りとなっている。また、襟の形は一風変わったものとなっている。冬のブラウスの色は中高で異なり、中学は淡いピンク、高校は淡いブルーである。また、リボンの色も中高で異なり、高校は赤色である。新制服はファッションデザイナーによるデザインではなく、同県のファッション専門学校の生徒によるものである。 宮城文化服装専門学校によって300点のデザインが提示され、その中から生徒の間で投票によって10点に絞り込まれる。その後、10点の試作品が制服メーカートンボによって作成され、本校等学校の学園祭で新制服を決めるためのファッションショーが2007年9月2日に実施される。そして、将来制服を着ることとなる。 中学生たちの得票数最多のものが最終的に選ばれたという。県庁、市役所から徒歩で約20分と市内中心部に位置しており、交通の便も良好である。ただし、本校の正門前は、登校の一方通行なので自家用車で訪問する際は注意が必要である。上記のバスのほか、仙台駅10番乗り場より発車される大学病院、愛子、 もしくは折り立経由のバスを利用することもか。八幡一丁目下車徒歩10分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。